ハーシモンハゲのファラオドライバー新旧モデル比較。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲです。パーシモンハゲのファラオ新旧モデル志田健翔、ここまでねファラオをね追求するチャンネルは私のチャンネルハゲチャンネルぐらいだと思います。はい、多分っていうか間違いないと思います。これが今私が、コースでも使っておりますファラオですね。ちょっと何代目とかそういうのは全然私分かんないんで、調べてないんで分かんないんですけど、これね赤ヘッドです。そして今回持ち込んだファラオはこちら、どっちが新しいんだ、多分私が今使ってる方が新しいのかなと思うんですけど、分かんない、ちょっと調べて後で書き込んできます。すげえ光ってるんでカメラが映り込んでるんですけど、SFX? うん、まあいい。はい。フェースもビカビカです。カメラ映り込みます。すごいっす。で、同じく赤ですね。ヘッド形状はね、ヘッド形状は、こっちの方が、今私が使ってるモデルの方がシャローかなと。あんまり変わんねえか。こっちの方がね、ちょっとディープな感じ。こういうヘッド形状と、こういうヘッド形状、こうでいいか、こうでいいか、こういう形状でございます。若干違うか、違うでしょね。はい。で、重さもちょっと測ってきますね。こちらが307、こちらが308、あまり変わらんね。まあエースはねいつも使ってるので、こっちの今日持ち込んだ方を、いろいろ打っていきたいと思います。ただね、このグリップがね、このウィンのねオールウェザーってやつ、これ絶対オールウェザーって言ってない、うにゅうにゅうしてて気持ち悪い、ちょっと太いやつなんですよ。これがちょっと気になるんだけど、私が使ってるやつよりもちょっとねディープに見えるんですよ。ディープに見えるのでシャフトが短く感じる。あ、やっぱどうしてもこのグリップが柔らかいからね、これが気持ち悪いんだよな。ちょっとね、これグリップ変えて検証したい。グリップを変えて検証したいですね。グリップが気持ち悪いな。あとね、ちょっとね、私の今使ってるやつよりも、これディープだよな。ヘッド体積は一緒かな。こうね、後ろの形状がだいぶ違うんですよ。このお尻の形状が、こっちシャローバックじゃないですか。こっち何、これディープバック、そうやって言うか分かんないけど、でここがなんかちょっと段差になってる。こっちの方が抵抗が少なく振り抜きやすく感じます、私には。
こっちの方がちょっと抵抗が強い。でも逆に言えばちょっとインパクトが分厚く感じるようなイメージはありますね。こっちがいいんだったら、でも同じような感じでも全然違うんだよな。まあ何回も言うけど、このグリップのグリップがウニウニなんで、これで感じ方が変わってるのもなくはないんだけど、ちょっと違うのよ。ちょっと何が違うか、ちょっとこれ打ってみて。今日自分の調子が違うのかもしれないし。安定の、あ、グリップの違いできるな、これ。あのグワーンと捕まる感じがこっちの方が出やすいんですよ。ただね、グリップの太さの違いもかなりありますけどね。ミート率は 1.4 超えてないんだけど、こっちの方がやっぱ捕まってる分ね、初速が出るんでね。うん、全然こっちの方がインパクトの抵抗を感じないって感じ。もう楽にポーンって抜けるって感じ。こっちはね、ちょっと腰にくる。あんまフックしとんの？逆にこっちの方が老けはしないっすね。老けは、うん、まあ、数値的には悪くない、うん、まあいいですね。ボールスピード66出てるからね、私にしては全然いい。240出てるし、悩ましいな。これちょっとグリップ変えて慣れたら、これもこれで面白い。非常にヘッド形状が全然違うんで、これでしょ、これでしょ、だいぶね、このお尻の感じが全然違うんですよ。これはね、ちょっと構えた時こっちの方が全然小ぶりに見えるんですよ、ディープで。いい球だ。慣れてきたぞ。あ、これ面白いな。うん。うん。こっちの方が球は中弾道ですね。うん、中弾道。まあ、ヘッド形状的にもそうなんですけどね。こっちの方がもうパカーンって上がりますね。上がるので、上がるからガバッとフェース閉じちゃっといて、45.7、 237、うん、やっぱ初速はこっちの方が出たね。66出てたもんね。コテチョンにはね、コテチョンにはこっちの方が、この形状の方が合うんですよ。もう上がるのを上がんないようにバーンってやれるんで。でこっちはちょっとしっかりポーンと振ってやった方が全然合うんですよね。
だからそれぞれね、それぞれ良さがあるので、なんだろう、コースによって分けてもまあ面白いかもね。うん、まあでもどっちがいいんだろうな。ちょっとね、こっちは今日初打ちなのと、コース使ったことがないので、ちょっとこれはね、コースでもちょっと使ってみて、いろいろとやってみたいと思います。はい、ということで今回は多分ね、YouTube どこ探してもないと思いますよ。私のチャンネルぐらいだと思います。ファラオの新旧モデルの、試打検証してみました。ちょっとね、これはね、どちらがいい、どちらが悪いじゃないですね。うん、ただまだこっちはもうね、コースでも散々使ってるんで、いろいろ分かってるんですけど、こっちはコース使ってないので、こっちをコースで使ってみて、ちょっといろいろとまた、試してみたいと思います。またそれは、別動画でご報告します。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。パーシモンおはぎでした。ごきげんよう。ボーンって叩けば行ってくれると思うんだよね。よし。